あれですえー、今回は、えー、前回俺が紹介した M575 の,の、えー、トラックボールロジクールの紹介したんやけどそれにまあ話の途中で出してたその角度調整っていうやつなあの MXL5 やったら最初からその角度調整ついてんねんなこう使ってあ低いなと思ったらポンって上げれるやつあんねんな15度ぐらいで このトラックボールを使うに関しては、この標準では使ってられへんねんな。もう手首痛なっていくんでイライラすんねんな。これはあかんってことで。で、その、このトラックボール使ってる人が、MX エレゴに近づけようということで、この 3D プリンターで台座作ってくれてんねんな。できるだけエレゴに近づけようという形で。まあ、せっかくトラックボールな、これ57のか。 575勝ったのにさ、もう何もなしやったらもう手首痛くてもうみんないらついて使いもならんやんででまあそれやったらもうエルゴに近づけるように角度つけたれってことで、だから 3D プリンター作ってくれてる人本んねんな。まあ多分これユーザーやろな。これ使って、おんなん使いもならんやんけってう角度もう MX エルゴと一緒にしたれってことで作ってくれてんねん。これこれこれ。俺も最初見てびっくりしてさ、何これと思って。 じゃあ、575の台座って書いてんねんな。角度調整って。で、ここに15って書いてるやん。15度な。で、M575 って書いてるやろ。このシリーズのトラックボールに合わせろよって形で。これで高さ変えれるでっていう形で。で、しかもこれ、賢い、ね。ちゃんと、この電池カバーの、この、この置き場になってんねんな。ああ、ようできてるわと思って。この蓋邪魔になるやん。で、ならんように、 ここに収めとけって感じで。ちゃんとスペース作ってんねんな。あ、賢いと思って。で、ここに、あ、ここもなんか USB スペースあるわ。<laughs> ここも直せるようにしてる。<laughs> で、ここに爪あんねんな。電磁のところに引っ掛けろよっていう。で、まあ電源一旦オ,オフにして。 でここ滑り止めついてんやけどこのボールのところに差し込むとこあんねんなでここ引っ掛ける爪あるからその爪のところにスペース合わしてでこっちの部分この丸っこの円形のこのボールの入れるところに若干の爪がついてんねん若干の爪少し少しだけついてんねん で、これを、ああ、取れてもた。<laughs> ここちょっと弱いねんな。これを、合わして、ああ、また取れてんで、ここの爪のところをグッと押してやると、パカンダ今入ったやろ音なったやろで、こうすることによって、もう落ちへん。しっかり、ここの爪と、この穴のところに、 なんかって入って、ちょ、ちょっとだけ引っかかってんねん。で、で、ちゃんと電源たが、のところだけはちゃんと押せるようになってんねんな。ここ、パだンと上げれるようになってんねん。で、あと、なんや。あ、あとスイッチも押せるようになってるちゃんとスペース上げてくれてんねんな。あ、ようできてると思って。で、これでやることによって、これ角度15度ついてんねんな。 つまり MXL5 と同じ角度にしてくれてんねん、まあ、これによって全然ちゃうねんこれを使って初めて俺も分かったねあ、楽と思って。最初の何にもつけてない角度やったら、最初これの方が楽なんかなって、こう、な、手首そのまま置いてるから、負担もかかってないし楽なんかなと思ったらちゃうねこのボ、この親指の位置が、こう、なんていうの、角度的にはやっぱりこれが一番楽なんやろうなと思ってこの、 握るっていうかな。この角度が楽なんやろうなと思って。こうよりも、できるだけ、こうの方が、こ、この接地面つける方が楽なんやろうなっていうのが、よう分かったその方が親指楽なんやろうなって。しっかり細かい動きに、しっかり土台がっちりつけて、親指のコントロールこっちの方がしやすいんやろうなと思って。こっちやったら、やっぱり親指のコントロールがどうしてもな、やりにくいんやろうなって。この人間工学上な。 やっぱりこう、こうコントロールするよりも、こうコントロールする方がやっぱり親指の使い方楽なんやろうなと思って。だから低いままのトラックボールやったらやっぱり指しんどいねん。もうすっげえ疲れるから。もうこれは使った人にしか分かれへんけど、そのままの角度やったらもうイライラするからもうやってても。手首は楽なんやけど、ここが疲れてくるから、結局ここ痛なって、ここも痛なって、結局指もこの辺も痛なっていくんでな、この、 連動してくるから、ここの痛みをカバーしようとするから。わ、痛い痛い痛いっていなるから。で、これなんとかならんのかなと思って、俺、メルカリで探しちょったねん。まあ、最初は Amazon で探したけど、Amazon のやつだったらなんか角度をなんかもうちょっとごつにやんな。25度とかやって。刻まれへんねん。MXL5 と同じ角度のやつは、メルカリで検索かけて出てきたねん。3D プリンターのやつ。あー、このこれショップでって出いたから、個別で販売してるんやろうなと思って。 で、そこの人が、この575専用で作ってたから、すげえ 3D プリンターで作ってるわと思って。で、色も三色電源やったかな。この本体と一緒で、白とダググレーかな。グラファイドが。ブラックだな。で、それで俺ブラック買って、で、音が飯で作ってね,ね,ね。値段も結構ええ値段すんね2200円やったかな。で、それとプラス角度10度で500円で2700円で買ったねんな。 で、とりあえずこれ一個試してみてどんなもんいんかなと思ってやったけど、あ、全然ちゃうわと思って。そら MXL が売れるはずやと思った。<laughs> そらこっち買えへんわな、みんなと思って。んも,うもうわざわざ台座かんとあかんや。めんどくさんや、そんな。そやったら最初から買うわ。でも値段が高いからさ、な,んおなん、気軽に1万2万とか出されへんや。怖いしな、自分に合うかどうか分かれへんし。 でもこれつけてくれることによってもうすげえ親指楽。で、小指もこうやってガッてここにつけれることできるからさ、これつけてなかったら小指つけられへんねんな。こ,こう、この角度になることによって小指つけれる。小指つけれるってことはこのラインをここまボンって体重乗せれるからガッて固定できんねん。で、こうやって握り込んで親指な角度上がってくれることによって楽やねん。ああ、ほら全然ちゃうわと思って。 これはなしと15度で全然ちゃうでしょ、こんな違うもんかと思って。じゃあもうあれやん、標準の角度、不良品やん。こんな、打ったらあかんやんと思って。<laughs> m x l ゴのな、廉価版として、ちゃんと角度15度つけといてやらんとあかんわと思って。打ったらあかんやん、この状態で。そりゃみんな、国標レビューするわと思って。<laughs> この、この状態で出すよってみんな言うとったわ。15度ついてなんぼって書いてた。まあこれはやったこれやったら楽やわ。うん。 それはまあ言うでもしんどいで、これでも。コントロールな。でも、この、この時に比べたらだいぶ楽や。で、それでプラス500円払ったのが、この、こっちか。ロックアンロックと書いてるけど、これで高さ継ぎ足せよって書いてる。これ俺今まだ試してないけどさ、ちゃんとここに出っ張りはんねんな。継ぎ足しようってここに。ちょっとだけ高さあるやん。この穴の溝に合わせて増やせよって書いてる ちょっと今試しでつけてみる入るかあ、スライドして入ったわ。お、がっちり入った。まあ、どうしても 3D プリンだからちょっとこの辺雑やけどさ。<laughs> すごいな、これ <laughs>。今25度か、これで。すごいな、これでも。 まあこれでも、まあこれも、今ちょっとまだちょっと違和感あるけど。まあそれでもやっぱ、親指の位置がこっからここやもんな。全然ちゃうやん。25度。だから、ここつかんとやっぱ話ならんな。ここついたらドンって、だから腕相撲見たいもんよ。こうやってガッて肘ついて、ガッてな、基地固定線と力入れへんやん。これも一緒でガッてここをつけることによって下安定するから、親指の負担を減らせるってことなんやろな。 まあ何もつけてなかったら角度こうやもんな。それは親指しんどいわ、と思って。だこの、この時の角度で、ええ。でもこの辺で作業するってなったらもう指つるやん、こんなん角度的に。やっぱこの、この位置やったらこのさ左右に、上下左右にな。位置取りできるから、親指の動きがもうシフトウェイトできるやん。さっさっさ、右左右左。やっ楽やわ。これもすごいな。で、これの賢いところは、 外せるかな外れるかよしよしよし。ここやし。ここ。ちゃんと削ってくれてん最初俺、プリンターミスしてんのかな思ってし。<laughs> ちゃん、ね。ちゃんと指かけてここで外せよってやってくれてん外れるかちょっと詰めないから痛いわ。こっちでやったほうがいいか。外れるか 俺最初これミスってんのかなと思ったらちゃうんやんちゃんと爪の引っ掛け部分作ってくれてんねん賢いと思って <laughs> まあどうせ付けても外すやろうなってこともまあな電磁の交換せなあかんからそれも計算に入れてるこれ賢いと思ったそりゃそうやな一回つけと終わりちゃうわな優先じゃないんやから絶対電磁変えらんとあかんからそりゃそうやと思ってわ賢いと思ってああちゃんと考えてくれてるわユーザーのことってな あれちゃんとはま,はまってないんじゃん。ああ、これがちょっとな、残念やねここもうちょっと強度上げてくるよってちゃんと。あまりにも簡単に外れすぎる これできっちり入ったな。うん、という感じでまあ台座いるでこの57の575買った人な。これこれあって初めて製品として使えるわ。まあ買った俺が言うのは間違いないよだからもしみんな575で、ま、どうしても親指いたいもうまいこと使われへんっていう人はこの台座絶対いるであの ショップ名忘れたけど、まあ、検索かけたら出るわ。M575。スタンドって書いたら多分、検索かけたら多分出てくる専門店。なんかひらがなの名前だな。ペンなんとかやったか。ペンデルやとか。名前忘れたわ。<laughs> まあそんな感じで、この台座575専用で売ってくれてるから、もし気になる人はそこ検索かけて、メルカリで買ってみて。一番安いやつ15度で2200円。俺のやつプラス、な、この10度足して、 500円プラスで2700円で買えたから。まあもし気になる人はな、この575に台座足してあげて自分で使えるようにしてみて。ということで今回は、えー、メルカリで買ったこの台座575のトラックボール専用の台座。角度、スタンドな。15度とプラス10の紹介でした。今日はここまで。バイバイ。